皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは高知県高知市を走っております。はい、今高知県の上の方に向かって走っていっております。上って言ったらダメです。北って言ってください。上です。北は上、そのようにできています。ということで私たちは高知県の上の方に向かって来ております。逆上か。高知県本日最終日です。はい、愛媛県の方に向かっていきます。私たちは高知県今回初めて来たんですけど、結構たくさんいいところがあって、それも観光スポットだけじゃなくて食べ物もたくさん美味しいものが食べられて大満足したんですが、やっぱり高知県といえばという絶景スポットの方にも立ち寄っていきたいと思います。以前新婚旅行という名の車中泊旅行をした時には四国も訪れているんです。その時には立ち寄れなかった四国カルストを通りたいと思って、はい、そちらが一番の私たちのメインになるところかなと思っています。それ以外にもちょっと途中立ち寄っていきたい地点もありますので、車窓と共にお届けしていきます。はい、一緒にドライブを楽しんでいただければと思います。今僕たちが橋で渡っているのは旧河川仁淀川でございます。旧河川仁淀川、この反射が見えるでしょうか。もう全然波立ってないね。今日は風も吹いてなくて、このドライブ日和でございます。トイレに寄ったら、なんと素晴らしい道の駅に巡り合いまして、ここでシマントポーク 100% のデカ豚バーを見つけましたので、でかいよね、熱々。これで300円です。これはうまいやつだ。いただいちゃってください。しっかり豚の香りがしてジューシー、ふわふわ。しっかり豚さん、ニコニコしい感じ。こちらの道の駅は牧野さんの道の駅佐川という道の駅で、高知県この佐川町出身の日本の植物学者牧野富太郎さんの名前をつけたってことなんでしょうね。すごく新しい道の駅でした。綺麗だし中も充実してました。あれ出口どこ、あ、出口間違えた。一周しもう一回一周する。もう一周します。高知県の越知町にあります。この集落の間に立ってるよね。なんかいいなこの雰囲気。なんかこの間のところよりちょっとスリルある気がする。かなりスリルある。開いてるからそこに一旦止めさせてもらおうか。下から行きますか。すごい静かでのどかだ。鳥が鳴いてるね。今菜の花が咲いてるから何なんか綺麗です。わあ、すっきり。静かだね。そう、じゃあ彼女が取っといてくれるということなので自分出します。十分広くて走るには全く問題なかったです。それにしても綺麗。旅行を見た時の じゃあこれからまた28キロです。43分。はい、仁淀ブルーを見に行きます。はい、もう着く予定なんですが駐車場にって書いてある。
斜め右方向です。続いて目的地は左側です。あ、いるね、向こうから来る。あーすごい、上から見下ろせるんや。ないよ、集中して、まだついてないんだから。こちらが駐車場でございます。ちゃんと駐車場があるのはありがたいです。入っているのでしょうか。なんか待ってそうですね。目的地は左側です。すごい迫力、水がすごい透明なの分かりますか。岩の洞窟、まだ冷たい。すごい自然でこれができるって。これ石階段のようにしてるのかな。痛いです、隊長。なんだと、ここまで、ちょっと後ろから、ここまで、確かに5時間歩いてきたのに、あ、ここまで3日間。おお、綺麗。あ、やべ、ダメ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 。目で見た色がこんな感じです。綺麗だね。水晶物に着きました。はい、と今風が吹いてるから波立ってるね、上。うん、めっちゃ綺麗な色。水質日本一を何度も属している仁淀川、こちらが仁淀ブルー。仁淀ブルーってこういった感じのところを見れる場所はまだ他にも何か所かはあるみたいなんです。水晶物から見える仁淀ブルーはこのような感じです。めちゃくちゃ透明度高い、水晶みたい、本当に。現在1時半過ぎなんですけども、まだ昼食は食べずに、もうこのまま四国カルストに向かいたいと思います。はい、1時間半近く、60キロ、ちょっと南に降りるような感じですね。ミレービスケットを食べながら、あと芋けんぴ食べながら向かいたいと思います。はい、四国カルストまであと20キロぐらいまでのところまで来たんですけど、山の上の方はまだ雪が残っております。かなり天気がいいのにね、上のところは雪が残ってる。左側すごいね。外の気温もだいぶ落ちて8度まで下がりました。この昼間なのに、ほら、これ積もってるとは言わんけど、残ってる、残ってる感じ。めっちゃすごい、右側がすごい、本当にすごい、天空の世界よ。岩みたいなのがボコボコあるのがすごいね。ちょっと行ってみるか。ホテル、レストラン、プラネタリウム、違うのかな。耳が気になる、耳が気になる。じゃあ行きますよ。うわー、すごい、うん、なかなか怖い。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、一旦休憩しましょう。マップを見てみたところ、ここではないらしくて、もう
1キロぐらい行ったところに天狗の高原っていうところがあるみたいね。ここはキャンプ場とかホテルとかこんな感じになってましたね。あ、こっち側が高原っていう、まあ、ちょっとの差でしたちょっとの差でした、ね、ここが天狗高原です。岩がすごいね。なんかところどころにね、あえて置いてあるような感じ。すげえ。高知県の山が見渡せます。あんなに風車がちっちゃく見える。綺麗やね。ここですね、この式とかです。リベンジできてよかったね。よかったね、行けんかったからね、うん。今から四国カルストの景色を楽しんでいきましょう。あー、前前前前前。あかん。これ天狗トンネルだって。おお、天狗の鼻の中ってこと？そういうことってことで、はい、多分。愛媛県に入ります。愛媛県に入った。あ、ここからもう愛媛県やっちゃう。おお、コーチありがとう。あー、コーチありがとうございました。土佐の国。ありがとう。ありがとうさん。こんじゃないみたいな景色。また全然。違うね。今まで見てきたような景色とはちょっと違う気がする。ここが見晴らし台か。いいとこがいっぱいありすぎるな。右手に岩のやつが。この写真スポットで終わるよ。すげえこれ見て。ねえ、トゲトゲしてる。起き出しの岩の間に草が入ってる。でも高いよ。じゃあ。すげえ。すげえ。山の上を走っていくの。見てこの目の前も。すげえ。うわー。うわー。ここは一番すごいかもしれない。今まで見た中でかなりトップクラスですごい。ここはここにしかない景色って感じ。そうだね。上の方までしっかり岩が並んでるんです。ここは絶対見に来た方がいいと思う。すごい本当に。ここまでこう道が繋がってるのがすごいよね。うわすごい。なんか全部どこに泊まっても全部が綺麗すぎて、うん、どこで写真撮ったらいいかわからんくなる。そうだね。これがまだ3月の下旬なので、これからどんどん緑が青々しくなってきて、うん、白い岩が綺麗に入ると思います。青い空と。いいこの景色。雪がまだ残ってるぐらいだから、なんかそれもまた特別ですね。すごいキャンプ場。こんなとこでキャンプできるのすごいな。サイトも綺麗にしてあるね。こっち岩すごい。帽子屋パン屋さんだよ。明日の朝ごはんにも取ってくって考えたらどれにしようかね。もうイナンパンを食べるとして、うん、これ食べようかな。ホイップ。帽子パン。うん。綺麗だ。今日はキニアでお入れしております。
ぞ。うん、ほっとするわ。おいしい。特に。もう俺帽子パンめっちゃ好きだから、こんなにいろいろ食べられるのです。明日も食えるし。めっちゃ静か。静かね。朝日も気持ちいいんだろうけど、やっぱ夕日もいいよね。うん、寂しい感じ。うん。うん、うん。ホットケーキみたい、こっちは。へぇ。やっぱしっとり？うん。ほら、中にたっぷりクリームチーズが。もうほんとだ。まあこれがほんと車旅だよね。うん。いい景色の中っていうのが理想だね。やっぱこういうのにめっちゃ憧れる。景色のいいとことかでパッて車止めて。そうそうそう。それをしたかったよね。うん。綺麗な景色。先ほども通った場所ですけど、この景色を見ながら今日の車中泊スポットの道の駅まで移動していきたいと思います。はい、夜までどうぞお付き合いくださいませ。はい、1時間ちょっと移動していきます。はい。じゃあこちらの道の駅に乗ります。天空の里さんさん、結構明るめだ。車内です。車内です。車内です。今回はですね、高知県で、それこそこの間高知の南に行った時にお酒を買っていましたので、うん、そちらの日本酒と、ね、まあ、おつまみ。はい、愛媛県に入ったんですけど、高知三昧で、今日は高知旅を締めたいと思います。はい、買わなかったんですけど、前テレビで見たことのあるちくわときゅうりを使って、ちくきゅう、高知県ではなかなか定番らしいんですけど、こちらを作ってみたいと思います。ちくわはチンした方がやりやすいと見たので、スーパーに買った時にチンしてきました。そのままそうやって入れるの？マジで言ってる？俺丸ごと入れるんじゃなくて、切ってから入れるかと思ってたんだけど。いや、なんかね、回転させながら入れるっていう、本当にですか？あ、ダメだ、失敗していると思う。もうだって割れてるもん。県民賞で見たんよね、このまま。臭い。ね、ちくわがもうちょっとこう大きいやつじゃないとダメなんだけど、こんな感じの見た目でして。それなら納得。なんかそのままガジってすんのかなと思って。違う違う、それで、ま、七味マヨにつけて食べるみたい。あ、美味しいね。そう、こんな感じの見た目だった。ちくきゅう、なんだかきゅうりが出てきてしまっています。これはで、これが猫だったら肉きゅうです。なんか言ってくれよ。おー、美味しそうな見た目。きゅん。うん、まあ美味しいです。シンプルに美味しい。うん、飲み屋で最初に枝豆感覚で頼んですよ。ああ、見えてますね。呉大正町市場の酒蔵さんで買った呉、うん、というお酒です。これはりょうくんが試飲したやつとは別のやつで、うん、これは常温だから、うん、マント側の伏流水で仕込んだ純米酒です。高知の夜を、高知ありがとうに乾杯。ありがとうございました。まあ、美味しい。もういくらで飲めるお酒だこれは。辛口？これキリッとしてる感じ。甘口ではなかった。辛口だったけど、超ではないかもね。全然もう口に残らないぐらいスッと入ってきます。美味しいですね。日本酒合う。合う。ちくわがちょっと甘いから、これもマヨネーズのしょっぱさともありますし。うん、カツオのたたきが欲しいです。カツオのたたき、もういっぱい食べたね。3回食べるという超贅沢でした。本当に美味しかった、カツオのたたきは、うん、また食べに行きたいって思ったもんね、うん、日本酒と炭酸を使って日本酒ボールを作っております。このお酒すごく美味しいです。池のおつまみは、はい、この豚バラを使って、豚バラしその木を使っていきます。またトングだけにトングということですか。はい、こちらトングだけにトングを使って豚バラを巻いていきます。君はこの上で何をしようというのですか。この上で豚肉のしそ巻きを作っていこうと思います。しそ
それもダジャレですか。とことん今日はダメですね。考えてみました。小さな脳で。だしそ巻き、だしそ巻き、少々で味付けしました。こちら、ソーダ節、パンにかけるようです。いいね、踊ってますね。では、かつお節。そう、踊ってる。うわ、香りがすごい。お醤油かけたらもっと美味しいと思うけど、香りがいいのはこの状態だな。うん、こちらも。宮崎もカツオって美味しいんですけど、たたきは違った。あ、ね、一口で食べたのそれ、絶対熱いでしょ。今回の旅で高知県の美味しいものと景色といっぱい見られたからよかったね。うん、本当にその通り。うん、100円の分担です。デザートです。分担ってこんなに高くないの。うん、重いじゃん、100円なのに。分担って酸っぱくないんだね。全然酸っぱくないね。重い。見た目は八足にすごく似てるなと思ったけど、うん、みずみずしい。うん、スーパーで聞いたんだよね、土佐分担と分担の違いなんですかって聞いたら、うん、特にその違いはないと。作った場所ですって話だった。美味しい分担。うん、うん、いいデザートですな。うん、これで1日の日程が終了しました。これで高知県の旅が終わりまして、次は FM 県の旅になります。また今後とも見ていただけたら嬉しいです。私たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。高知県ありがとう。ありがとう。ここは何だ。ここはそういう場所。現スタジオにやってきました。大きいね。大きいね。さっき顔のシワが。あ、この子さらに大きい。長い。ね、動画長いね。長い。ここが一番大きいです。あ、やっぱり大きいですよね。そらくんが一番ちっちゃい、ね、半年ぐらい。うん、何こんなに大きいけど、ね、大きいけどね、表情が可愛い。先に桂浜でしょ、先に龍馬でしょ。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 先に桂浜です。桂浜です。こいつの頭も桂浜です。いや、ここがよく雑誌で見る竜王岬でございます。おおじゃね、もっと太陽がパッとさしてほしいね。それはそうやけどな。踊り残しに出てくるよっちょれという土佐弁はどういう意味でしょうか。よっちょれ、チャチュチョを使う宮崎弁からしたらね、使う、当てないといけないでしょ。いいでしょ、絶対。うん、どう思う。俺もよっちょれ。じゃあ違う、3番でした。そこをどいてくれ。こうよさこいは自由度が高いということで、衣装もかなり派手派手しいものから和っぽい感じ。着飾って踊るには楽しそうだね。ね、楽しそう。美しめのナルコを、はい、軽いんだね、意外と。すごい、いっぱいあるけどな。うちの俺が使うのはこれでしょ。
できてた。そうそうそう、お前ここに寝隙間ができる場合になる。どうですか、大丈夫、そういうことで。